はい、クブブージュです。まあ、今日の企画なんですけども、まあ、自分のインスタを見てくれた方はわかると思うんですけど、まあ、自分、転職をしましてですね、ホワイトニングの方に仕事を移転して、今、その店長の方を、もうお店を任せられる立場になっています。ありがとうございます。だけど今日もですね、動画を撮っていきたいと思ってるんですけども、今日はもう緩く、まあ今日は緩くというか、いつも緩いんですけど、11月にオープンするんですね、お店が。急にオープンして、はいやってって言われても、なんもわからんし、ちょっと別に、衛生士の資格ねえけさ、何もわからんわけじゃん。やけ、ちょっとでもその説明というか、歯のな、知識を勉強せなあかんのよ。俺は、どういった形でお客様をご案内するかっていう、ちょっと練習の相手になってほしいかなって感じなんですよ。一人で練習してもさ、なんか、お客様みたいな感じじゃないやん。従業員と、お客さんみたいな感じで見てくれればいいかなと思いますので、早速やっていきましょう。はい、やっていきたいと思うんですけど、まあ、お客様と一対一で説明せなあかんわけよ、俺は。こんにちは。こんにちは。今日ですね、初めての方にやっぱカウンセリングを行うわけよ。で、カウンセリングを行わんといけんから、今からカウンセリングの練習させていただきます。よろしく。では、当店のホワイトニングについてご説明させていただきます。黄ばみの原因は、この2種類ございます。1つ目なんですけども、食生活による黄ばみ。これ1つね、食生活による黄ばみが1つ目。で、先ほど言ったんですけどね、歯の表面にエナメリスっていうものがございまして、そこに喫煙される方々とか、まあ、食事される、まあ、市民の方々とか、まあ、その、紅茶とかお茶とかワインとかさ、タバコとかカレーとか、まあ、食うじゃないですか。で、その時についてしまうのが、まあ、原因と、黄ばみの原因だと言われておりまして、まあ、普段の、まあ、歯磨きだけでは、まあ、全部落としきれないかなって思うんで、まあ、こうやってホワイトニングする形なんですね。で、もう二つ目が、まあ、生活習慣による黄ばみ。これ何かっていうか、先ほども言いましたように、歯磨き粉ですね。歯磨き粉を使うことによって、まあ、黄ばみが増えてる。それこそ、研磨剤っていう、先ほども言った質の悪い奴らがいるんです。材料が。だから、それを選べるやつを細かく、傷を作るんよ。その研磨剤が。だから、それによって、まあ、着色がつきやすくなってしまうっていうの。ダブルホワイトニングって、うちの会社たちは言ってるんですけども、まあ、これ何かと言いますと、ホワイトニングのですね、お店、ホワイトニングで、のお店で行うことを、サロンケアっていうんですね。で、そのサロンケアと、まあ、ご自宅で行う、まあ、ホームケア。こちらの種類ですね。この二つのケアをすることを変容することによって最大限の効果を発揮することをダブルホワイトニングと言わせていただいております。まあ、サロンケアは酸化チタンを成分としたホワイト溶液を歯にかけて、で、LED ライトをですね。まあ、で、当てることによって、まあ、その歯垢が、歯垢じゃない、その黄ばみがね、ちょっと取れて、まあ、ブラッシングすることによって完璧に取れる形になります。これがホワイトニングのサロンケアです。はい。で、ホームケアはですね、まあ、トリートメントしか知ってました？お客様、歯磨き粉を使うじゃないですか。歯磨き粉シャンプー、髪の毛で例えると歯磨き粉シャンプーだとして、トリートメントっていうのがあるんですよ。歯磨き粉にも。初めて知ったんやけど、ホームケアです。その、ホワイトニングで白くなった歯を、そのトリートメントすることによって、まあ、その食事からの黄ばみをつきにくくする働きがあります。で、LED ライトは、その紫外線は伴うんやけど、まあ、紫外線伴っても、その、日焼けとか、その、シミとかの原因にはならないので、ご安心ください。次ですね。先ほども言ったように、その、歯医者とホワイトニングって何が違うんじゃろうかっていうお客様が多数でございまして、まずですね、はい。歯医者の行うホワイトニングの場合は、過酸化水素という強いね、薬剤を使いさせていただいてて、まあ、それを繰り返して行うことで、まあ、自分の元の歯よりも白くする、っていうことができる。まあ、イメージとしては、マットな白ぐらいになるのではないかと思います。料金はどのぐらいかと言いますと、まあ、1回の手術で1万円ぐらいですね。で、から2ヶ月で4万から10万ぐらい。歯医者の人って、その自分でお金の金額を決めれるんですよ。だから4万から10万ぐらいの間で使うってことが多いです。で、痛みは染みたりとか、そういったのがちょっと多いですね。やっぱ内部から攻めていくんで。食事制限とかやっぱあるんですよ。24時間食事制限をするっていうのがあります。で、まあ、虫歯とかの予防、虫歯のある場合は、まあ、
できるか微妙なラインですね。要相談ですね。その歯医者の方と相談しないといけないし、まあ、人工の歯はホワイトニングできません。その作られた歯はもうホワイトニングできないっていう制限がありますね。で、ただ、医療の、まあ、歯医者のホワイトニングだと、まあ、持続期間が1年っていう、まあ、だいぶ長い効果が伝わってきて、まあ、1年後に、で、1年かけてまたホワイトニングをメンテナンスする形で、まあ、白さを維持していくっていうのが、歯医者のホワイトニングでございます。だから、当店のですね、ホワイトニングの方はどういったことかというと、安全性の高い成分で、先ほども言った酸化チタンっていうものを配合したスプレーをな、使わせて、用意が使わせていただきます。料金は、まあ、先ほどの1万とは、歯医者の1万とは比べて、まあ、だいぶ安いんですけど、まあ、ご自身でセルフで行うのは低価格で、1回の手術が3500円からっていうのが決まりとなっています。で、痛みは染みたりだとか、そういったものは痛みも全然ないっていう感じですね。ホワイトニングした直後からもちゃんとご食事が、食事とか喫煙も OK となっております。で、まあ、人工の歯でも可能ですし、虫歯でも。治療中でしたら可能っていうことです。で、ここはちょっとデメリットなんですけど、持続で1ヶ月から3ヶ月しか持たなくて、で、先ほど言ったトリートメントですね。ヒアロキシアとシドロキシンアトパイトのバンみたいな、まあ、その成分配合されているトリートメントを使うことによって、まあ、半年くらいはその仕事を維持できるって感じになっております。で、次ですね。カウンセリングやっていくんでもいい練習になったな。どうでした？なんかダメなとこあったら言ってくださいね、コメント欄で。あーの、オープンがめっちゃ気になるよ。一人でお店回すし、めっちゃ緊張するよね。お客さん、バー来たらさ、俺バー言えんし。まあ、みたいな感じでやっていくんで、まあ、ほんまに歯科衛生士みたいな服装着てやってるんでよかったですね。まあ、お店をまた教えるんで、その時に来てください。質問ご視聴ありがとうございました。それでは、また次回の動画まで。バイバイ。 you